ルカギニー、ルカギーニはイタリアの医師、植物学者である。記録に残っている、ヨーロッパ最初の標本館、植物園を作った人物として知られている。イタリア共和国エミリアロマーニャ州ボローニャ県のカザルフィウマネーゼの貴族の家に生まれた。ボローニャ大学で医学を学び、1527年までボローニャ大学で薬用植物の講義を行い、後に教授となった。 トスカーナ大公、コジモ一世の招きにより、1544年に、ピサ大学に移った。植物園の設立のために、ギーニと弟子のウリッセアルドロバンディア・アンデレア・アルパーゴ、フランチェスコ・カルソラー・リラは、エルバトーやバルドさん、ガルダコなどで植物を収集し、1544年に、ピサ植物園は設立された。フィレンチェの植物園、センプリチ庭園の建設も援助した。 ギーニ、自身の特に有名な著書はなく、著作は散逸したが、ギーニの教えた植物学者には、アンドレア・チェザルピーの、ピエトロ・アンドレア・マッティオ・リラがいる。マッティオ・リラの著作に、ギーニの研究結果が残されている。1554年に、ボローニャに戻り、医学の講義を行い、ボローニャで没した。ギーニは、植物の学名で命名者を示す場合にいるカギーニを、示すのに使われる。 ありがとうございます。